テレビアニメアハレンさんは測れない、放送直前スペシャル。はい、ということでアハレン霊の役水瀬いのりです。よろしくお願いします。よお願いします。そしてライブ役寺島拓磨です。よろしくお願いします。寺島先輩。そしてはい、大城美月役の真央です。よろしくお願いします。真央ちゃん、またよろしくお願いします。さあ始まりました、はい、この番組、ですね、4月1日から放送開始されます、はい、テレビアニメアハレンさんは測れないのことがよくわかる特別番組になっております。原作を読んでいる方も読んでいらっしゃらないという方もこれさえ見れば OK です。いつも役ではですね、皆さんはもう声が小さい。そう、あ、確かに役なんですけれども、本当ボソボソボソって喋ってますけど、今日はもう中の人的には、はい、中の人の私もそんなに大きな声で喋るタイプではないですが、ないんですけど、とはいえ玲奈ちゃんよりはね、はい、あの大きな声が出せますので、あのレベルはなかなかないから、ね、声優に慣れてないかもしれないというぐらいね、玲奈ちゃんは静かな女の子ですけども、まあ、作品がね、はい、もうすぐ放送開始ということなので、ちょっと皆さんが放送をこう間近にしたタイミングでこう見たいなと思ってもらえるようなね、うんうん、番組にできたらと思っております。はい、よろしくお願いします。そして、はい、真央さんも普段の大城さんとは違って、はい、今日は表に出てきて、お、そうですね、やってやるぞと、やってやるぞ気概を変えます。そんなにやってやるぞの内容じゃないんだけどね。こんな真央ちゃん見れないぞ、なかなかナチュラルで大丈夫です。大丈夫ですか。はい、自然体でやっていこうと思いますね。この3人でやっていくので楽しい様子をお届けできて、アハレンさんは測れないっていうアニメは楽しそうだなと思っていただければなと、ぜひとも見てほしいですからね、思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではね、作品の紹介に行きたいと思います。はい、アハレンさんは測れないは、小柄で物静かな女の子アハレンレイナと隣の席の男の子ライドウ君の測れない関係を描いた青春コメディになっています。水麻人先生の原作は累計発行部数110万部、そしてジャンププラスにて総閲覧数 1.2 億超えとなっております。すごいね。物語はですね、ある日アハレンさんが落としてしまった消しゴムをライドウ君が拾ったことをきっかけに始まり、2人の距離が急接近、人との距離感が測れず独特なコミュニケーションを取ってしまうアハレンさんと、すぐに暴走してしまう妄想が過ぎるライドウ君、この2人のいろんな意味で測れない密着系青春コメディとなっております。すごい、密着系青春コメディ。お二人はもう原作は当然ね、はい、読んでいらっしゃると思いますけれども、読んでおります。初めて見た時どうでした？いや、なんか本当にこう気づいたら口角が上がっている自然とね、こううわはははっていうもちろんコメディもあるんですけど、なんかこうふってこう気づいたら、あ、私今すごい心から二人に癒されていたんだなみたいなそういうこうちょっとアロマテラピーじゃないですけど、あ、なんか全身の力がこう抜けていって、こういう青春いいなってこう一味違いますけど、でもこの二人だからこそ描かれる、そのなんだ、静かだけどちゃんとこう時間は流れてるんだよっていう優しさが、ものすごくその水麻人先生のね、書くあのギャグセンスももちろんそうですし、優しさがね、本当に漫画を通して描かれているので、アニメーションでもそこにも注目してほしいですね。もう締めのコメントみたいになっちゃいましたね。はい、もっともっとということで、もっともっと喋ってもらいますからね。真央ちゃんはね、あ、この後か。わ、俺も今そう思いながら見てた。やっちゃえやっちゃえ。本当に読ませていただくときに、なんかこう、なんかこうじんわりきてキューってなってキュッてなる感じがあって、でなんかその優しい雰囲気とかのタッチがアニメーションでもすごくやっぱり忠実にこうなんか大事にされている表現方法とかがあったりして、もう漫画読んでてもニヤニヤしましたし、アニメ見ててもね、でも本当に原作リスペクト率というかがすごいですよね。そう、それがね、本当にアニメーションのスタッフの方のね、なんか愛というか、分かる、やる気をめちゃくちゃ感じました。原作ならではとアニメならではの楽しみがありますので、どちらもお楽しみいただけますと幸いです。よろしくお願いします。それではこの後もっともっと詳しく作品紹介していきたいと思います。知れば10倍楽しめるアハレンさんは測れないってこんなアニメ、コーナーっぽ
い。ノンストップ。いやもうしっかりやりますよ。めちゃくちゃいいですね。やるんだけど、アハレンさんでやってきてないスタンスだから。確かに。違和感が拭いきれない。いやいやいや。あんまなかったから、アフレコ中はね。そうですね。やってきますよ。新鮮、はい。作品盛り上げますからね。そうですよね。はい。ここからはですね、アニメアハレンさんの魅力をね、より詳しくお伝えしていきたいと思います。まずは僕たち3人が演じるキャラクターについて、ね、紹介していきたいと思います。はい。じゃあまずはですね、宮瀬さん演じるアハレンさんからご紹介お願いします。もうね、その名もアハレンレイナちゃんですけども、測れない女の子ということで、距離感をね、掴むのがこう難しくて、こう時に大胆に攻めるんですけど、それがこう他とちょっと違うアプローチになって、個人的にも自分でも悩んでいる部分でもあったりする、そんな優しい女の子になっております。ぜひ原作読んでる方もそうですし、アニメを見てくれる方にとって、レイナちゃんをこう1話からやっぱ最終話でもうぐんと変わるというか、その、まあ、小さなこう波なんですけど、でもこう見守ってくれてる人たちにとってはレイナちゃんの成長が本当にね、日に日に回を追うごとに、まあ、ライドウ君や小城さんとコミュニケーションを取ることで増していくので、なんかこう見守りたい女の子代表みたいな感じが、こうレイナちゃんのいいところというか、まあ、なんだ愛らしい部分なのかなと思いながら私も大切に演じているので、最初はとにかくこう喋ることが苦手で、声を出してもこうちょっと震えちゃうというか、こう的にあんまりこう当たらない感じで喋っていたのが、どん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 人とコミュニケーションを取っていくという成長をぜひとも皆さんに楽しんでほしいキャラクターです。これも最後まで見なきゃいけませんね、ぜひ。本当に気になっちゃうもん。もう自分で見てもちょっと感動しました、そのレイナちゃんの成長が。するするね、なんか本当我が子のような気持ちというかそう、もう学校生活良かったねってすごいなるので、ぜひ皆さんに最後まで見てほしいです。はい、よろしくお願いします、はい、そして続いてはですね、寺地先輩演じるライドウ君、はい、どうでしょうか。はい、僕が演じますライドウ君はですね、まあ、キービジュアルとかね、あのキャラクターの紹介見てもらえるの分かるんですけれども、一見はまあ普通でちょっとなんなら表情乏しいかなっていう男子高校生なんですけれども、その実さっき作品紹介でもちょっと触れましたけど、はい、とんでもない妄想力を秘めた男の子です。すごい。1を聞いて1万ぐらいまで想像して、ね、本当すごい、宇宙の始まりから終わりまで想像するぐらいの、その妄想が意外と学がないとできないぞっていう妄想を繰り広げていくので知識豊富だったり、そういう妄想力がすごいっていうところをあまり表に出さないんだけど、まあ、その内心がすごいっていうところで、まあ、漫画としてアニメとしてそこの展開の仕方がすごく面白いキャラクターになっています。そして最後に真央さん、はい、私が演じさせていただいた、大城美月ちゃんはですね、アハレンさんの幼馴染で、そうなんです、幼馴染なんですよ。で、すごくちょっと気弱なところがあったりだとか、ちょっと引っ込み思案なところがあるんですけども、あとなんか私はね羨ましいと思ってるんですけども、本人からするとやっぱちょっと高身長なところがコンプレックスということで、まあね、やっぱ人はね そうなるんですよ、はい、自分にないものを求めちゃう、ちょっとないものがね、そうなんです、羨ましい、かっこいいなと思いながら、でもなんかいつもいでたちが、ちょっと縮こまってるところが、なんか器用な感じがして、なんかすごくちっちゃく見えるけど、あ、大きいんだっていう、なんかギャップがあるなっていう子なんですけども、大城さんもですね、なんかこうアハレンさんとかライドウ君に関わることによってなんかあ、こういう一面あったのっていうことが本当にいろいろもうたくさん知っていただけるので、大城さんもやっぱ激しい、大城さんはもうなんか現実的にどうやってんのっていう、そうなんですよね、アクションが多い多いんですけど、なんかすごいな、なんか本当に多岐にいろんな顔がこう楽しんでいただける子だなっていうのがあるので、ぜひ最後まで見ていただいて、そういったところを楽しんでいただけたら嬉しいなと。もちろんこの3人だけじゃなくて、他にも魅力的なキャラクターがいっぱいいますので、ここからは相関図を使ってチェックしていきたいと思います。はい、こんな風になっています。あ、すごい、はい、さあこんな感じですけれども、ライドウ君からアハレンさんには距離を感じるって思ってるんですが、アハレンさんは距離が測れないと思ってんだ思ってる、測れないなと思ってる、測れないなって思いつつも、でもね、こう気にはなっているっていうところですよ ね、はい、ライドウは妹がいますね。あ、そう、妹ちゃんもいいキャラしてるんですよ ね、 結構元気なんですよ、ザ妹わかる、ザ妹かわいいんですよね、かわいい、はい、そしてクラスメイトもこの石川とね、佐藤ちゃん、石川さん、はい、石川と佐藤さんはもう気になってしょうがないんだよ、ね、本当、ここでもっと見たいですよね、ここの話ももっと見たいっていう、そんなねクラスメート、はい、
私見たいといえば先生チームも見たくて頑張れ先生。そう先生のここの親友っていう関係違う。ここもねもう本当になんだろうねこの人たちね、はい、不思議よね不思議。それでいうとこのあつしくんから出てるアハオあれ何かわかんないでしょこれね原作未読の方はアハオだって関係性じゃないもん固有名詞だもんこれ本当なんかこう南の島のね王様みたいな、まあ、でもレイナちゃんになぜそのアハオと呼んでいるのか、はい、そして双葉ちゃんから出てる敵対心は、まあ、この好きというねあつしくんへの思いから来るものなんですけどそこもまた可愛い。これ双葉ちゃん早速感情を暴露されてるんだけど、ね、放送前から、ね、本当ですね好きとかじゃないですもんね、うん、もう好きなじゃないのそうそうそうもうはっきり言われちゃってるからね可愛いんだよな双葉ちゃん可愛いのよそうそうここの二人はこの高校関係ない我々の学校関係ないところで絡んでくるキャラ近所の ねエピソードになりますけど、はい、こういう人物相関図になっていますのでみんな面白いですこの子気になるなこの人気になるなっていう方いらっしゃると思いますけれども、うん、まああのアハレンさんとライドも中心にはちゃめちゃな物語展開していきますので、うんぜひみんなの絡み方楽しみにしていてくださいよろしくお願いします、はいいたします。では次のコーナーに参りましょう。さあ続いては放送に先駆けまして、我々3人がアニメの中から選んだお気に入りの場面カットを出しちゃいます。じゃあまずは宮瀬さんから、はいお気に入りカット紹介してください、はい私が選んだカットはですねこのヌイとレイナちゃんあのまずこの犬飼ってる犬なんですけども、はい、名前がヌイと言いますね、はいまあ、犬でヌイというねとっても可愛いとっても可愛いネーミングセンスなんですけどこのヌイにこうまたがるシーンであったり、まあ、ヌイってこう呼んだらもうすごい忠犬なので、はい、どんな距離でもねこうちゃんと助けに来てくれたりとかするんですよ、はい、すごいよね賢いなその、ね、忠誠心と、うん、そのなんかヌイに対するレイナちゃんのこうなんだろう決してこうテンションがすごくこうよしよしとかじゃなくてよくやったねっていうこう優しい二人の関係性がすごく好きなのであと個人的にはヌイがねこうアニメーションで動いて声というかこう吠えたりねこうワンワンって言うんですけど、うん、そちらもぜひ注目してほしいポイントですね。大注目ですね、うん、大注目です。なるほどヌイに注目ということでアハレンさんの方がこけてるのはあれは触れないあそうあれはネタバレもうそうそう触れたいけど触れないでおきましょうなぜこけたかはオンエアをご覧ください、はいではね面白いカットを紹介していただきました、うんはい、続いてじゃあ真央さんの紹介カットを見てみましょう、はい、こちらです、私のお気に入りカットはですねお二人の髪をカットするシーン左は誰ですかそうなんですよあのですね、はい、ここのシーンはやはりあのライドウ君の、うん、あのやはり妄想力がかかったがゆえのライドウフィルターがすごい、はい、ライドウフィルターがかかった時の大城さんなんですけども、はい、もうとても楽しく演じさせていただいたっていうのが、ね、もう元のキャラ忘れるぐらいの感じで、本当でいいのかなってこうやらせていただいたらいやもっと大丈夫ですもっとみたいな、うん、いいんだ確かにもう元の大城さん忘れていいんだっていうところがあったりっていうのがあとあの髪型がやはりとても遊び心がやっぱりあのアニメの方でも遊び心がやっぱり消えないままあってくれたっていうのが何か見たことあるんだよ ね、 そうだねちょっとこう元ネタ、ね、あジャンプだなっていうちらつくちらつくすごいちらつくんだよないや可愛いなここのシーンだけでもなんかいろんな一面と遊び心がやはりさあ最後は私寺島のお気に入りカットです、はい、どんなこちらですああこれねライドウ君ですよねこの足はっていうね誰だこれ、まあ、カットの、まあ、画面サイズの都合上、はい、上の方までは見えていないんですけども、うん、えらいことになっているのでアニメ見ていただければ、ねはい、何が起きてこうなったのっていうのがそうですねレイナちゃんどこでも寝れるから西立ってだよ西立って角度えぐいねえ、はい、本当ですよ ねえちょっと下半身と上半身も90度ぐらいになってるほんとにでもすごい脱力してますからね手とか見るとね脱力してこれってよくあそこで耐えてますよね本当だよ確かに意外とインナーマッスルが鍛えられているんでしょうか鍛えてるそんな印象全くないけどねインナーマッスルある印象今ね僕らご紹介したカットがどういう風にアニメーションになっているのか、ね、何話かな、ね
ね、アニメーションご注目ください、はい、よろしくお願いいたします、はい、以上知れば10倍楽しめるアハレンさんは測れないってこんなアニメでした。ここからは企画に参りましょう。はい、でですね、我々3人で2つの測れないチャレンジに挑戦していきたいと思います。はい、それぞれのチャレンジでポイントを競い、はい、順位ごとに豪華なご褒美がございます。嬉しい、何かはまだ言いませんけど、でも豪華ってことは、ちょっと喜んでいただき期待しよう、はい、頑張ります。スタッフたちを信じてください、はい、放送直前だし ね、はい、すごいのがあるんですよ。寝る会100万円、それでは早速始めていきましょう。最初のチャレンジは測れない3択チャレンジ。三択、うんうん、はい、これからですね、日常でよく見かけるものの長さや重さを三択で聞いていきますので、はい、正しい選択肢を選んでください、はい、正解すると1ポイント、はい、アハレンさんは距離感が近すぎたり遠すぎたりしますが観察力の鋭い、普段からもうリハーサルビデオの細かいところまでチェックしてお芝居を作り込んでいる皆さんなら全問正解できるはずですよね。できますよね、きっとね、はい、はい、できますね、きっと、きっと。どんなやつなんだろう、ね、そうなんだよね、問題見ないと分かんないからね、はい、じゃあもう早速いきましょう、うん、第1問目はこちら。横断歩道の白線の太さは何センチ。おお、見てる、毎日見てる、見てますね、これ見ない日ないないよね、三択になっています。 A、20センチ、うんうん、B、45センチ、うん、C、70センチ。さあ、まあ、これはね、普段横断歩道は見てるけど、はい、何センチを普段から意識することはあんまないから、こう見ちゃってるけど、本当なんかこう見なきゃ分かんないことですよね、こう見たことない。ただ自分の靴のサイズは分かる。あ、歩いてるってことはそれを見ておけばある程度は思い出せば。え、あ、でもちゃんと踏んでない端とか端っことか、ね、あ、小さい時から踏んでたのは確かに。小さい時はね、白だけ踏むぞとか。そうですね、あ、やりましたね。黒はもうワニがいるとかそういう設定。そうそうそう、 なぜかね、落ちたら終わりみたいな謎のルールやってましたね。あれ何だったんだろう。いや、行ってみようかな。みんなやるんだよな、あれ。ちょっと待って、自分散々言ったけどピンとこないなできましたか。はい、では皆さん答えを一斉に出しましょう。はい、せーの、ドン。お、BAB。 いやー、絶対違うじゃないですか。じゃあこれは僕と、真央さんが B の45センチを選び、はい、45センチ。あの、意外となんかこう意外とあれ踏めてるなっていう、はい、はみ出してる印象があんまなくて、なるほど、それが意外と前の後ろの方を踏んでるのか、はあ、ちゃんと実際に踏んでて余白があるのかって僕は感じてました。じゃあ A を選んだ皆さんのこの理由、ちょっとエフェルトみたいになってるけどどうしたその A。 いや、なんででしょうね。なんか45センチもあるってなんか嫌だなと思って、なんかいや趣味の話です趣味の話。40はちょっと嫌だな20ぐらいがいいじゃんっていう見解です。ちなみにね、台本にヒント書いてあるんだけど、はい、手を広げた時の幅が約20センチって。はい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 、はい、ね、ここがね、うん、これ結構ありますよ、20って。こんくらいだったですよ、やつらは。いや、あるかもしれない。ちょっと気になります。さあ、果たしてどうなんでしょうかそれでは、正解の方お願いします。あ、正解は B の45センチ。やった、やった、やりー、なんかな、45センチでしたよ。あ、よかった。なんか普通だから、こんぐらいあるってことでしょ。でこんなある？すごいですね。怖すぎるって、こんなには。皆さんちょっと嫌だと思うんですけど。嫌ですね。こんなんの？さあ、それでは次の問題に行ってみましょう、はい、続いての問題はこちら。野球ボール高級の重さは何グラム？A 約95グラム、 B 約145グラム、 C 約210グラム。まあ、重さの感覚もそうですけれども、はい、その野球のボール持ったことあるかという問題がありまして、片やつ、あの始球式とかプロ野球の選手が使うような、はい、やったことがある。始球式やったことある？始球式やったことあるの？始球式やったことある。すごい、大スターじゃん。大スターではないですか。大スターだけがやるものだと思う。なぜかね、あの、投げることができまして、ちゃんと150キロ出ました。150キロ。バリ方ですね。バリ方だったんですか。私はもう全然なだらかな山を描き届けましたけど、この感覚、
でもこのなんかあの前情報で真央ちゃんがソフトボール部、はい、そうなんだよね。そうなんです、ソフトボール部なんですけど、でもボールの大きさも違う。確かにあのソフトなんであの重さも何も確かに、ね、野球の親戚みたいな感じ。野球の親戚で、いやそうですね、まあ、大体まあじゃあ分かるかな。さすが、いや、叶わないな。全く想像がつかない。でも 100g、100g ってさ、100g でもなんかそうですよね、もともとどれぐらいのグラムはどれぐらいの重さなのか。でもなんかグミの量り売り、私よく行くんですけどグミの量り売りってなんか 100g でいくらって決まってて、はい、それをオーバーするかしないかで、すごい自分のご褒美感を決めてるので、100グラムっていうのを基準に。そうですね、そこを基準にちょっと私は考えます。しかも高級を持ったことがあるから、もうそこが、そっか、一番有利じゃん。グミかける始球式イコール高級の重さ。こんなふざけてていいんですか。そんな方程式見たことないけど、まあきっと皆さんの中であるでしょう。よし、私はやりますよ。これヒント問題に隠されてるんじゃない。はい、出ました。なるほど、はい、できました。一斉にオープン、はい、ダン C C B C C B です。 C C B C C B、はい、おー2人は C210g。 なんかそのソフトボール部のソフトボールと比べると、はいはい、多分重いんじゃないかなって、ね、なんかずっしりあるって感じしましたもん、うん、目描いてんな本当だ。気になるな、それ。なんかさっきもちょっとなんか書いてたな。ちょっとちょめっ気出したこと。かわいい。お茶目なところ。出てます。かわいい。バリバリ出てます。皆さんも。私も C ですね。C。はい。ボールの B ですよ。しかも、ベースボールの B ですよ。あ、なるほど。これは B でしょ。本当に。そこで合わせてきますか。145g、きっと。それで問題に隠されてるって言ったんですね。そういうことです。あでもこれで当たったら本当にこれで当たったら逆に恥ずかしい。確かに、なんかちょっと読み方変わるな確かにね、はい、それでは答えを見てみましょう。正解はこちら。やったベースボールの B が。おい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 、ちょっとまさかの名推理。やはりメガネの力はね強い。メガネの力じゃあ続いての問題いきましょう。続いての問題はこちら。1000円札、5000円札、1万円札、最も縦幅が大きいのはどれ。縦あれ、縦ってこっちですかってことですね、まあ、このこうなってますね、はい、長さじゃないってことか、横じゃなくて縦ですね。うわ、考えたことない。 A、 1000円札、 B、 5000円札、 C、 1万円札で、どれも同じ、まさかの4択あれ、3択とは、はい、この企画は測れない3択僕らもう問題の幅を測れていないというね。なるほど、4択までありました難しい。でもここでどれも同じって出てくるのは、そう、しかもそれがまた4択にしてきた意味っていう、引っ掛けかな。うわどうなの。千円札、お札、皆さん並べたりしますよね、お財布の中で、はいはいはい、きっちり並べるタイプですか。きっちり並べますってことは、そうですね、その時に横幅はね、飛び出てる子がいるかどうか。横幅わかる。でも入れた時にトントントンってやって、確かに確かに確かに、はい、縦がはみ出てるやつがいるかどうか。あれいるかいるかな、いたかな。横幅はね、全部違うのわかるんですよ。わかるんですよ、縦、うんうんうん、はい、できました。はい、できました。はい、では回答を一斉のでオープン。はい、そう、 B、 D、B、C。 おみんな違う、みんな違う。音楽記号じゃないそれもはやなんかもう絶対につけなきゃいけない何かに駆られてる顔なんで笑い顔にしなかったので、ママさんはどれも同じ。いや、同じじゃなかったかなって、トントンして、ね、皆さん5000円札が一番大きい、はい、うんうん、かな、うん、なんか太そう。ママさんはやっぱり財布の中の感じ。そうですね、あとここに来て4択になったっていう、やっぱり気になるよね。気になるんで、これは気になりますね。そうですよね。で、僕は C、 1万円札。おお、これ車乗ると駐車場で精算するんですよ。あ、はい、1000円しか使えない精算機がいっぱいあるんですよ、はい、入んないからかなと思って、1000円しか。そういうことか。だから5000円札も可能性あるんだけど。あ、本当、確かに確かに、なんじゃね、1万円だけでかい可能性もあるな。るほどなるほど、よしよしよし、あるぞあるぞあるぞ正解したい。では正解の方お願いします。正解はこちらで、どれも同じ。寺島さん違いました、ごめんなさい。ここでですね、中間発表してみたいと思います。はい、今のところ1位になっているのは誰なんでしょうか。
さあ正解数見てみましょう。寺島2問正解、水瀬さん0問正解、真央さん2問正解ということで、すごい寺島と真央さんが今競っています。やばい、もう無理じゃないか。皆さんこれはね勝てないですね。完全にやってしまったのではないでしょうか。残念ながらお疲れ様でした。いやいやいや、そんな参加だけはさせてください。なんと帰りたくないよ。帰りたくないということで、分かりました。じゃあ参加していただきましょう。続いてはなんと最後の問題になります。はい、最後の問題はこちら。コミックス1巻でライドウ君が何々じゃね、何々されてねといった回数は、今回は3択4択ですらございません、はいはい、ピンポイントの数字をお答えください。じゃもう自由になんと一番近かった方には1ポイント、さらにピタリ賞には3ポイント差し上げます。何皆さん粘ってよかったですね。めちゃくちゃバラエティ逆転のチャンスあり。無理だ、絶対無理です。さっきね諦めて帰ってたら本当ですね、残念な気持ちになってましたけど、こんなことにはならなかった、帰らなくてよかった。よし考えよう。1巻はね、これライドウ君この何々じゃねえのツッコミは、うん、これ関数増えていくと話が進むにつれてバリエーションが増えていくので、そうそうそう、おそらく1巻が一番多いんじゃないかという。じゃねされてね、ね、登場人物が増えればね、喋る回数も増えていき、ま、減ってきますから。1巻多いですよ相当。1巻ね、うわぁ、全くもって未知数だな、全くもって、ね、とにかくいっぱい言ってるからな。そうなんですよね。1巻に収録されてる話数がだいたいこんぐらいでしょ。1話に、うわ、多すぎかな。いや、これは言い過ぎかな。皆さんの回答を一斉にオープン、ドン、じゃんじゃん。238、はい、28、500回。待ってください、今どっちに、これはどれがいい、これは全員がボケのパターン。いや、真剣真剣、あ、真剣、めっちゃ真剣。真剣38って書いて消しちゃったぐらいですもん。28に減らした。28、そんな、そうだ、238、僕は500。私がおかしいのか。い、真剣ですよ、真剣ですよ。見えてきた数字を書いたんで。いや、もうそうですよ。やばい、 1話でもう何十回か言ってるから。そっか、1巻で6話から8話ぐらいあるとすれば、はい、もう500回言ってますよ。そっか、ブル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 いや、なんかでも、まあ、46回は現実的な数字ですけど、うん、信じられない数言ってて欲しかったなっていう期待もあって、真央さんぐらい会ってて欲しいなって正直思って。確かに、そっか、38いい線だったのか、最初の。そうだね、38の方がいい線でしたね。そうでしたね、ちょっと。でも46回って大概だよ。そうですよね、大概な数字。1巻ですからね。はい、言ってましたね、ライドウ君は46回このツッコミを、危ない危ない、ツッコミというか、ね、お決まりの名台詞を言っていました。水瀬さんに助けられた。先ほども言いましたけれども、2つのチャレンジをやっていきますので、はい、まだここでゲームは終わりではありません。そうですね、継続して、はい、なので、決戦は次のチャレンジに持ち越しということで、はい、次のチャレンジ行ってみましょう、うんうんうん、ドキドキ距離感ゲームチャレンジ。さあ、こちらはですね、はい、皆さん、はい、必ず一度は熱狂したことがあります、あのゲームです。どのゲームだ。もうあの熱狂はもうね、他には考えられないぐらいのドキドキ。ああ、距離感。ホケコは残念ながら我らの世界にはホケコやりたいんですけど、シロリンは、シロリン残念ながら我らの世界の、あとそれ距離感関係ないから、距離感でドキドキといえばこのゲームにチャレンジしていただきたいと思います。そのゲームとはこちらです。いやー、投げたい。ありがとうございます。初めて出た。何かご不満でも。そのテンションなんですね。いや、何もないです、何もないです。距離感でドキドキといえば、こう投げだとか。確かに、適切ですね。いろんなゲームありますけど、やっぱり一番ドキドキする。確かに。子供の頃から、大人になっても縁日とかで、なんかちょっとやってみたくなる輪投げ。はい。こちらに挑戦していきたいと思います。かわいい。かわいいね。みんなで、かわいい世界だ。今から輪投げするよ。色とりどりで。さあ、みんな輪投げするよ。集まれ。イエーイ。こちらの輪投げに、1人5投。5つの輪っかを投げていただきまして、はい、ここで獲得したポイントと、はい、先ほど獲得したポイントを合わせて順位が決まります。さあ、
皆さん、はい、ここでもう一つやる気を上げるためにご褒美を発表したいと思います、うん、あーここでご褒美ですよ。なんだなんだなんだ、なんと3位の方でもご褒美もらえます。優しい優しいよ。3位のご褒美、はい、消しゴム&物差しセット。あなるほど、作品に忠実な。そうですね、消しゴムから定規ね、測れる、はい、測れないがありますね。そういうことですよ、うん、なかなか大人になると物差し買わないでしょ。確かに、ね、さあじゃあ続いていきましょう。こっからが本気です、はい、お2位のご褒美は、うん、アマゾンギフトカード。なんだろう、すごいすごい嬉しいんだけど、嬉しいけど、すごい嬉しいけど喜んでいいんだろう。いや喜んでください。なんと、はい、数字が書いていません。あ無限です。や無限のアマゾンギフトカード削って読み込んでるまでのお楽しみのやつですね、はい、打ち上げとかでもらった時のお楽しみ。おそらく現実的にはその数字だと思います。無限はなさそうですね、はい、そして1位、これは上がるよ、うん、高級焼肉店のお食事券です。すごい、みんな大好き焼肉ご褒美。しかも数字が書いてありません。無限です。無限一生高級焼肉店で食べ放題です。本当に無限です。これがこのスタッフの本気です。すごい、これを目指して皆さん輪投げ頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張るさ。遠いほどこれ高ポイントになっております。なるほど、今でご覧の通り真央さんのところにですね、目の前にですね線があります。そこから投げていただいて、はい、一番近いところが1ポイント、うん、真ん中の黄色が2ポイント、うん、一番遠い青が3ポイントとなっておりますので。わかりました。さあこの5投の中でどうチャレンジしていくのか、攻めるのか、安牌で置きに行くのか、これねそれぞれになって違いますので、確かにそれぞれの色で挑戦してみてください。それではやっていきましょう、はい、まずは最初真央さんから。では真央さんの輪投げチャレンジスタート。はい、じゃあ最初はとりあえず様子見で3番を。おー、様子見で3番、すごい1番じゃねえ。どれぐらいの距離感か。ほらおお、まあまあいいとこ行ったね。おおおおお、またもうちょっと勝ちで横並びのアプローチ。3いきます。3絶対3、惜しい。あ、内心僕はヒヤヒヤしてます。あ手が滑ったらね、うん、手が滑ったらそうですね、はい、ここに当たったら100です。100、狙わなくて100です。狙わな、じゃあ2行ってみようかな。測っていこう、測っていこう。あれ惜しい。確かにちょっと右にそれてるね。そうですね、距離もアドバイスを素直に受けるタイプ。2、残り2投です。 2を狙っていく。 2、あ惜しい。今まあまあ惜しかったんじゃない。惜しかった。1で行きます。1で、悲しそう。距離分かってる。残念、分かれなかった。残念です、真央さん全部失敗。うわ、0ポイントです。続いては水瀬さんのチャレンジです。はい、頑張ります。さっきね、真央さんはね果敢に3ポイントから、ねはいね、チャレンジしていきましたけども、いや確かにここからここに立つと、あ、3遠いなって思いますし、やっぱ遠くなればなるほどコントロールが難しい、ね、難しそうなので、ちょっとまあ3を狙うなら序盤かなっていう感じで。あ、なるほど、そういうことね。はい、水瀬さんはね、我々2人が2ポイントで1ポイントってちょっとね。そうなんですよ、しかもまーちゃんがこのね輪投げで0点だったから、はい、あるんですよ、逆転のチャンスある、うん、そう、やるよ私はという気持ちを見ててくださいね、皆さん。皆さんやりますよ。私はやる。それでは皆さんのチャレンジスタート、はい、頑張ります。じゃあまずは3点からいきますね。入れてほしい。この輪の中から見るっていう、どういうじゃんけんのこういう輪になる、自分が輪になる。私は輪だ、私は輪、私は輪。うわうわびっくりした。いけそうだった。ここの超エキサイティングだよ、ここの画角。すごい、今テラシー先輩のところになんかスローカメラか置いといた方が良かった。ここに CC って欲しかったね。よし、この調子で3いきます。ワクワクした今の。うわ、惜しいよ。これって何本1に入っても1点なんですか、それとも3本入ったら3点。3本入ったら3点です。3本入ったら3点、うん、もちろんです、全部カウントです。まとめて、ままとめて、一本ずつじゃないの。チャレンジング。あ、いやいや、一本。一本。一本。イエーイ。皆さんのチャレンジ1ポイント。よしよし、いいんですよ、汚いと言われても。いや、3個入るかなと思ったけどね。思いました、私も。こんなしょぼい、こんなしょぼい結果になっちゃったけど。はい。一点獲得ということで、これで私追いつきましたので。追いつきました。これで今勝負の行方はまだ分かりません。
さあということで私とママちゃんが投げ終わり、いよいよ最後は田島先輩となっておりますが、寺地さん気持ちはいかがですか？とっても緊張しているんですけど高揚しています。わあ、なんか大きい大会みたいな雰囲気出してるけどこの人のために頑張ってきました。3人なんですけどね、はい、でも今のところ得点がすごいいい感じなんですよ、はい、この寺地先輩の後藤で多分いろいろ決まるね、試合だと思いますので、はい、それを踏まえてぜひ頑張ってください。踏まえて何かプレッシャーを感じますけど、いや僕はもうねやっぱりなんかなんていうんですか、はい、その気合も入ってるんで、お全部3でいきますよ。うわ、男気。全部3 全3宣言。俺もそこしか見えないから。あ、なるほど、もう ここら辺は見えてないと。もう何にもない、うわ、さらちだもん。あ、すごい、3しか見えないからね。入ってる入ってる、狙いやすいな。では寺島さんスタートお願いします。いくぜ。はい、あ、え、行くぜ。はい、あ、あ、え、あ、はい、あ、え、あ、あ、あれ、はい、あれ、あ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 、最後、はい、これで決めるぜ。はい、あ、すごい、あ、もうずっと主人公だったけど、あの結果は、全カスということで。欲しいな。あれ、思ってたの違いましたか？いや、もうボンボン入る予定だったんですけど。あ、そう、リズムよくね。どちらかというとなんか攻めるよりもなんか引いてる投球が多くて、なんかやるぞみたいな感じだったけど、でも届かない。恥ずかしい。届かないやつばっかりでしたね。はい、ということでではお戻りください。はい、さあ競技が終わりまして結果発表と行きたいところですが、ご存知の通り全員2ポイントで並んでいます。なんでこうなったんだろう。悲しいことです。平和な世界ってこういうことなんだ。そうですね、確かに勝ち負けじゃないよって、うん、なるほどなるほど。ダメだダメだ、そんなダメだ。ここに景品があるんだ。確かにこれを見たら気が変わるよ。見てみろ、目録だぞ。うわ、欲しい。このでかい目録見てみろ。欲しい。こ結構ずっしりしてるんですけど、リアルにこれお食事券がずっしりしてます。お肉、ね、ギフトカードもまあまあなんか重いです。そしてこれ僕もこの届くまで気づきませんでしたか、知りませんでした。こちら、消しゴムと物差しなんですけど、この消しゴムもなんとアニメの中でも登場する作中の消しゴムそのままこちらをプレゼントいたしますので、まさかの気持ち的には1位になりました。本当一番欲しいやつです。なんて優しいんだ。ですが3、2、1ということで、これをどうします、公平に、うん、うん、じゃんけんで決めたいと思います。うわ、じゃんけんで勝った人から、それでは己の拳にこの運命を託してください。はい、頑張れよ。 見えるかな、大丈夫かな。頑張れよ、はい、頑張れよ。いきます。最初はグー、うん、じゃんけんぽい。おー、焼肉だー。でも消しゴム欲しかった。正直おめでとうございます。焼肉は私がいただきます。ずっとね、MC で ね、やっていただいた優しい番組を引っ張ってくれてましたからね。優しい、お肉の油でね、はい、喉もね、そう、確かにコーナータイトルね。では2人でこのグッズと、はい、いやもう本当どっちでもね、ね、いいので、じゃあもうちょっと形式的にやりますね。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、あ、私が勝ったので、皆さん、Amazon ギフトカード、 ギフトカード、あー、ありがとうございます。で、真央さんにはこの消しゴムと物差しのセットをプレゼントいたします。いや、もうしかもなんか大きくないですか。でかいね、大きいですよね。でかい、消しゴムは使えないです、もう飾っといて、飾ろう、幼馴染のアハレンさんだと思って大事にしてあげてください。大城さんの愛が、愛が重い、いろいろなんかもう神棚みたいなにしてもずっと強いなぁ。れなちゃん、愛で勝ち取りました。というわけで以上、測れないチャレンジのコーナーでした。それではここで改めて作品に関するインフォメーションです、テレビアニメアハレンさんは測れないは4月1日金曜日より MBS、TBS、BS、TBS のアニメイズム枠にて放送開始です。 MBS、TBS では毎週金曜日深夜2時25分から、 BS、TBS では毎週金曜日深夜3時から、 ATX では4月4日より毎週月曜日23時30分からとなります。また配信でもご覧いただけますので、詳しくは作品ホームページをご覧ください。そして作品公式ラジオもスタートしております。3月31日より毎週木曜日、インターネットラジオステーション温泉にて
テレビアニメアハレンさんは測れない測れないラジオが配信中です。はい、水瀬いのりさんと、はい、そして私寺島拓磨がパーソナリティを務めさせていただいておりますので、はい、ぜひこちらもお聞きください。よろしくお願いします。そして原作のアハレンさんは測れないはジャンププラスにて各週日曜日更新になっております。連載中ですのでぜひ見てみてください。コミックスは現在1巻から12巻が発売中です。さらに最新13巻が4月4日発売です。ぜひアニメと合わせてチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ盛りだくさんでお送りしてきました、この番組ですけれども、はい、皆さんいかがでしたか。作品の魅力伝わりましたかね。ねえ本当にもう放送間近というタイミングだったので、気になっている方はもちろん楽しみにしてくれてる方もより楽しみになった放送に、ねなっていればいいなと思いますし、私たちもねこう和気あいあいとこんな感じでアフレコをしていたので、その感じもこう空気感もねアニメを通して伝わったら嬉しいなと思います。ぜひお楽しみに。はい、それでは真央さんどうでしたか。はい、そうですね、もう本当にいろんな魅力をたっぷりお伝えできたかな、という思いはあるんですけども、まだねこれだけじゃないんです。もういっぱいいろんなところがね、もうたくさんいろんな魅力が詰まってるんでね、もうぜひ見ていただいて、もうそのいっぱいの魅力を全部吸収していただけたら嬉しいなと思っております。はい、そして最後に寺瀬先輩いかがですか。いや、ご覧いただいてありがとうございました、すごく楽しい番組になったなと思って、きっと皆さんもね喜んでいただけると思うんですけれども、我々が演じているキャラは今見ていた我々とは全然違いますこんな感じじゃないのでまた別のほんわかとした楽しみ方もできると思いますので、この番組で面白いなと思った方はぜひアニメに興味を持っていただければ嬉しいです。アニメ原作ともどもアハレンさんを測れないよろしくお願いいたします。ということで、以上でもうお別れの時間になってしまいます。はい、楽しかったですね。ぜひとも皆さんオンエア楽しみに待っていてください、最後までご覧いただきましてありがとうございました。アニメアハレンさんは測れないどうぞお楽しみに。バイバーイ。